ましていこうぜ。どうも武田でございます。刻んでいこうぜ。アルファフライ、エビフライに変えてみた。ちょっとシンプルすぎてつまんないな。さっきエビフライ食っとったしな。お昼エビフライだったから。そうだよ、ね、今日の動画もかけてエビフライ3本にしました。エビフライ3っつって写真撮っとけ。せめてそんな引っ張ってくるなら。見たけどちゃんとエビフライ3本あったの。抜こう。ちょっと、え、大丈夫これ。ね、なんかあった。スキピと喧嘩した。スキピちょっと待って、キモキモすぎ。冗談なんですけど、動画上がるんですけど、整形しました。整形したのダウンタイムの顔です。やば。じゃあモザイク入れとこう。モザイク、モザイク、ずっとずっと最後までずっと。どういう整形をしたかとか、どうなっていくのかっていうのはちゃんと動画一本あげます。ああ、なるほどね。マジで楽しみにしてる。はいはい。56万ということで、はい、大人気シューズナイキアルファフライネクストパーセント3ガチレビュー。ありがとうございます。いやーそうだね。買った中で。いや、撮りたかった、ずっと。撮りたかった、ずっと撮りたかった。うん。じゃあ、早速ね。みんな覚えてるかな？中国のシューズレビューした時に、チラッとよしきこれ見せたシーンあったの覚えてる？あ、そうだ、そうだ。キモって思って。はい。あの時の、ちょっと見せますね。っていうくだりがある。あれ、俺キモかった。キモかった。ちょっと一回やってみます。どうぞどうぞ。ぶつかーん！アルファフライ3の箱からの、すごいいい感じに落ちたけど、ゆっくり開けていきましょう、ね。はい、落ち着けてみんな。使用感 70% いきますよ。はい、じゃじゃん。ということでこちらですね。一言言って。何？シューズってなんだっけ。ハギランチャンネルだったらこう言います。見てください、このアルファ3、ここがプニプニで女のチブみたいなんだよーって、あいつなら言います。あいつ取り上げてないでしょ。買わないんだから。買わないし、芝機械もやってないんだから。やってない。あげないでしょ、あいつ。どうせ。このエアーがね、本当にこう、なんていうか、美味しそう。何言っても正解だよね。こんなもの出されたら。そうだよね。これが、オレンジ組ですって言っても正解だから。正解なんだから。そんなものは。ちょ、持っていいですか？ありがとう。軽っ。軽いよね。もうお前一回履いちゃったから忘れてんじゃん、その軽さを。あ、まあ確かに確かに。持った時の。しかもこれ中に今これあんこ入ってるから。やば、あんこ？あんこって言わない？あ、そうなの。いや、わかんない。業界用語？シューズ界の業界用語。うんと、あんこって言います。軽い、マジで軽いんですよ。軽いね。え、何グラムか知らないの？調べて。ネットで調べると軽量に乗った写真が出てくるんですけど、それは 26.5 で 198g。 軽っ。すごいね。これも 6.5。これ 6.5。 うわ、でもちょうどやね。へえ。よし、あれも見たい。2。あっ、2ね。今もあんまり入ってない？入ってない。え、貸して。うん、しゃ2借りれるぞ。みんな借りパック確定。かっけー。相変わらず、もう、ヨシキさんからもらったアルファ1もらったってか盗んだ。あれも、もうね、ボロボロで。やった、もう、スリーとかどうでもいい。もう絶対持って帰るじゃん、今日。重っ。2重い。うん、じゃあ持ってごらん。この感覚ね。うわ、え、全然ちゃうわ。全然違うよね。いいよ、ヨシキさん、どうぞ、話してみてください。はいはいはい。変わったところ。アルファフライの特徴で言ったら、真ん中の部分がこう、今までアルファフライってこう、穴開いてる感じ、ぶつ切りみたいになってる感じが、まあ、なくなって、安定感がこう、はい、増したよと。裏がカーボン剥き出しになって、なんかこういう、こういう感じですね。あれみたいですね。イグアナのほっぺ。いやー、ちょっと俺はもうここでボケようと思ってたの。何俺はイグアナのほっぺ。アンパンマンのほっぺ。あー、それちょっと無難っすね。無難か。それは、普通におもろいやつ。じゃあ、高校時代初めてやった時の元カノの、ここはもう相変わらずこのエアーが、まあ、2同様。2のエアーも見せとくか。こっちレモングミで、こっちがオレンジグミになってます。紐が、多分みんな大好きな、なんか素材。ほどけにくい。これいいよね。これマジいい。アッパーは、こう伸縮、強めの、こうニットになってて、こういう素材ですね。はい。まあ、ここ裏は、船の甲板みたいになってて、ここランニングできる。はい、すごいね、この、こういうのが好きなんでしょ、みんなは。マジで。マジでいい音やな。なんなんだろうね。これは3万人ぐらい増えたぞ。これさ、これさ、これさ、3万人。去年、11月まで俺2万人になったんだから。この辺を、こう、プシッ、プシッって潰してたら、インスタ増えすぎやろ、マジで。
どういうことマジ。まあそんな感じで、はい、まああのデザインと機能性は抜群だよと感じになってるんですけども、実際これを周平履いていただいて、はい、ありがとうございます。しっかりレビューしていこうかなと。どうすか YOSHIKI さん履いた感じは、うん、まあ2いいシューズだったけどレースにはこう向かなかったと思うんで、そうだ、俺の筋力的に、はいはい、やっぱ2も1も推進力、うん、反発がやっぱすごすぎて、うん、足が持たないなっていう感覚はあったんですけども、うん、3も今回ちゃんとその反発はあります。おー、1と2よりもなんならある。なんだけど安定感も増してる。あ、そうなんだ。なんか1から2もさ、安定感増してるねって話確かした覚えが、はいはい、めちゃくちゃあるんですけど、増してる感ある。あ、俺は増してるなと思った。さっき YOSHIKI さんの話あった通り、この裏を見ればもう安定感の担保されてる感じはあるよね、うん、だからこれアルファフライの3作出てますけど、はいはいはい、これが一番みんながフルマラソンに使えるかなって思う。あーなるほどね。いいっすか、もう楽しみすぎてやばいっすわ。アルファフライ3いきましょう、参りましょう、ダッシュでいこうぜ。ということで今はアルファ2、1回2履く、そうそうそう履いて、うん、香りも知りたいでしょみんな。まあ確かにね、尺的にそっちが9割だろ。まあでもこのアキレス腱の動きだけでもバネバネしいというか、はいはい、弾むんだろうなこのシューズっていうのが伝わってきますね。安定性はすごくいいな。久しぶりに話してもらってますけど安定性抜群。ワンだとね、うん、その今あってかかとの方が結構ぐらつくんですよ。なるほど。でも これはね、うん、それがないないね、うん、やっぱそうだよね。ワンよりはツーの方が安定感あるよっていうのはやっぱり今履いてもそう思うよね。思う人間大好き。人間大好き。人間大好き。うわ、かわいい。人間大好き。うん、足臭いよ。臭いってよ。うん、本人が言うんだろう、確かね。これお名前は？あ、ゆずちゃん。ゆずちゃん。お、こんなの子だった。やっぱりゆずちゃん。名前忘れてなかった。なに逃げるってやるから貸すからそれ、まあ、彼はそんぐらい気に入ったとおっしゃっております。きつい普段ワン履いてると思うんですけど、うん、それと比べてどうです。自動化っていうとこに関してはやっぱりワンの方が優れてる感じです、うんうん、やっぱそこあれなんだ、みんなそういうのね、傾斜の問題だと思います。はいはいはい。こっちはフラットだから自分で押す方の意識の方がちょっと強いだけで、はいはい、やっぱりその自分で押せる分しっかり反発もその分返ってきやすいんで、うん、ただ自動化っていう意味ではワンの方がいいかな。でももらえます。うんうん、何になった今。もらいます。あ、自分今ゲップしててさゲップの音で聞こえてなかったこれを思い出したんでスリ入ってきます。はい、ダッシュで行こうぜ。美佐子さんのプロトタイプかっこよかったな。ね、まあこっちもかっこいいけどね。きたきたきた、かっこいいよな。短距離でこれ履いてたら入るだろうね。確かに、あいつ何してんのみたいな。確かにアルファ履いてんの俺とお兄さんしか知らねえ。テンポ走実践したくなると、うんうん、欲しくなるんですよねこういう、はい、いいシューズが。ステンダップ、従来のあの傾斜、うんうん、あるね。あるよね。 あるよね。びっくりした、うん、おお、うんうん、勝手に行くんだけど、うん、なんだ、しっかりこのエアーの部分、前足部のエアーの部分がしっかりあるから絶対押せるんすよ。押しながらこう傾斜で捉えてくれるのがもう、こう一瞬でわかる、はいはい、かかとの感じもなんかどう。安定してるね。ね、安定してるよね。全然2よりいい。全然2よりいいや、うん、なじむなしかも足に軽っ。そうですか、これはいいぜ。みんな3万9000円だな。3万9000円も買いだよな。買いだな。いつか流しして、流し、あと行ってください。
よかった。今俺弟の気分で吉さんにお下がりのワンもらってずっとこれかっこいいありがとうって言ってずっと入ったわけよ。ああ俺もう2使わねえから使っていいよいいの兄ちゃんこれから何使うの。ああ俺スリアルから2の嬉しさがでかすぎるから、これ吉ちゃんスリアルもうどうでもよくなっちゃって弟は嬉しいみたいな、またこれの時着るみたいな、スリアル履いてみるよみたいな、まあついでに履いて履いとくかみたいな、うん、こっち欲しい目移りしちゃうよね。軽いよね、マジで軽い、うん、アシックスのパリスシリーズってさ、明らかにもう素材が変わってるじゃないですか。はいはいはい、そのミッドソールのなんでこう反発性が上がってますよとか、クッション性も増えてますよっていう数字的に明らかに変わってるとこあるんだけど、まあ、ナイキに関してはそこ分かんないじゃないですか。明らかに変わってるのは形状構造が変わってるだけで、反発を生みやすい。そうだね、生みやすいのよ、うん、アルファの反発力とベイパーの転がしやすさ足して2で割った最強のシューズ。あーめっちゃ いっちゃった化け物もう謎のあれだもん、モデルポーズだもんさっきも話したんだけど、状態を前に崩すと転がります、うん、転がるんだけど、履く前に俺分かるって言ったじゃん、そのもうここでもしっかりプッシュできる、前足部分でしっかりプッシュできる、さらにこの程よい傾斜、プッシュした後任せてくださいみたいな、自分でプッシュしてあとここから任せてくださいみたいな、アルファが言ってくるんだよ、ここだけちょっとやっといてみたいな、あと全部リアクからみたいなあと俺回してみたいな、そうそうそう、重さもないっしょみたいな、もう全部言ってくんだよアルファセリフここだけやっといてみたいな完全仕事ができるシューズ。いやすごい、めちゃくちゃいいレビューする、うん、そうベイパー履ける人だったら反発の強さも怖くないんじゃないかな、どうなんだろう、分かんないです、うん、やっぱりちょっと吉川も距離走とかやってみてじゃないと分かんないから、ちょっと今ここで何とも言えないんだけど、第1巻はなんかそんな感じ、ベイパーぐらいの優しさはあるっす、うん、でもちゃんと反発性も担保されてる、うん、いうことないっす。いやもう素晴らしいレビューですよ、はい、俺いらないわ俺いらない、うん、足元お前どうなってこれ、地元のヤンキーのちょうど最後に1本だけさせて、分かった、ここだね、ここ力抜いた時に勝手にポン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 って進む、この感じが多分見てても伝わると思うんですけど、本当にシューズによって勝手に進まされるっていう感覚が彼に今あるんだと思います。俺の足の状態がめっちゃいいって感じじゃないから、極限まで今プッシュできてないんだけど、でもいいね。しかもさ、最後もう一回だけし、うん、構造上もちろんこのヒールの方で設置しても全然いいんだけど、やっぱり作り的にここでしっかりプッシュしてくださいっていうか、した方がいいですよっていう足の流動性がここ作ってくれるのよ、アルファ3くんが、はいはい、吉さんレベルとか、俺短距離選手の俺みたいな前足部分でしっかり設置ができる選手っていうのはよりさらに恩恵がもらえる。ベイパーとかさ、どこでももらえんじゃん、うん、でもアルファ3は前足部分で、まあしっかりグリップもこっちしっかりしてるから、うんうんうん、それこっちでついてくださいっていう感じの形状になってるんだけど、っていうことを考えたら、まあ、前足部分で設置できる選手っていうのは、まあフルで言えば確実に3時間絶対切ってくるし、そういう選手が履くべき。3時間切らない人履いちゃダメなんですかっていうわけじゃないんだけど、やっぱより全速分で最後までプッシュできる選手っていうのが入ったら恩恵がもらえるよっていう意味なんで、うん、今ショートダッシュをして伝えたかったんで、素晴らしいシューズです、うん、カーボンシューズで感覚すごい良かったのは、うん、今まで一番良かったのロケット X だったんですよ。あーはいはい、はい、抜きました今。抜いた、抜きました。1アルファ3、はい、2にロケット X ですね。なるほど、ちょっと名前にも出ましたけども、はい、次ロケット X の次の新作シエロ X1 が次の動画では控えております。そして流れ作ってるね、流れあるね。その動画で僕は多分とんでもない発言をしようと思ってます。とんでもない発言をしようと思ってる、はい、準備できてる、はい、案件じゃないので、はい、とんでもない発言をしてやろうと思う、あやばいぞやばいぞ思っております。それは他からこれから仕事来なくなる可能性もあるってこと。そう、もうそんぐらいちょっと期待して待っててほしい。わかりました。あーちょっと流れできてるね楽しみだね、はい、俺もちょっと楽しみになってきた。シエロ X ね、シエロ X、 次のシューズレビューシエロ X、ね、楽しみということで、本日はアルファフライネクストパーセント3レビューしたという動画でした。性能は素晴らしいものだったので、皆さんの期待に応えれるかなと思います。この動画見て面白かったなって思った方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さんまたのご機会に、さようなら。 あこっちだ。